こんにちは。どんな角度？めっちゃ下からやねんけど。まあ、いっか。こんばんは。あ、ちゃうちゃう。18時なんか出ました。こんばんは。いや、暑く、めっちゃ寒い、めっちゃ手冷たい。パーカーです。寒いよ。劇場やもん。同棲ルーム、あ、いっぱい今日更新したのでぜひ見てください。こんにちは。今日は公演です。夢中ライブ公演、久しぶりではないか。ぜひぜひ DMM でも劇場でもお待ちしてます。髪の毛の色がほったらかしてたら抜けてきた。でも出演公演回数全然高くないでしんし、多分20位ぐらいちゃう。だって今月も3回目ぐらい、もうこの時点で少ないもん。その他の公演にまたいだり、なんか研究生とかさ、めっちゃ公演の数自体が多いけど、N は公演の数自体そんな多くないから、公演回数はそんなに上位じゃないと思う。そう、 N の公演には毎回出てるけど、そう、 N の中やったら上位かもしれん。普通に全体的なやつだったら結構低いと思う。低くはないと思うけど、まあそんな出演回数もめっちゃ少ないもん。心身、レイコちゃんが確かなんか400回ぐらい行ってたよね。心身まだ200回行ったばっかりぐらいなんですよ。だからそんなめっちゃ、いつの間にかめっちゃ差が。でもレイコちゃんはいまだにランキングトップ10入ってるからやばいよ。確かに。でもランバラも今のところ皆勤賞
全部出てます。応援自体がねちょっと減ったからね。すごい、なんだこの背景、なんかお宝、海賊みたいな背景やねんけど、何？なんばらね、少ないけど月1ぐらいかな。25日、25日じゃないやんな。25日公演しんし、違うやんな。え公演、公演なの。あ、26か。あ、びっくりした、やんな、びっくりしたわ。26ありますね。月にでも、え、なんか多いやんって思うぐらい少ないから普段が。ペンライトカラーは水色です。水色1本でよろしくお願いします。すごい、毎回さ、なんか公園出る朝とか言った方がいいのかな。まださ、やっぱり浸透してないっていうかさ、なんかやっぱシンシンのうちわと、あの水色と黄色持ってくれてる方結構見かけて、どうやったら浸透するかな。そう、ライブの時とかも結構3階席とか行ったりして、で、そう、結構水色と黄色を持っている方いるなと思ってすごい嬉しいんですけど。そのさ、言って、あ、まあ見てくれ、普段見てくれてる方は何回言ってもずっと見てくれてると思うんですけど、なんかあんまりツイッターとか SNS を見てない人にはどうやったら難しいよね。水色2本はまた違うメンバーなので、ちょっとできたら1本で自己紹介、あ、なんかツイッターとかに書いとこっかな、常に、あのなんか自己紹介文みたいな。握手会でアピール水色一本だからってね
確かになんかその心身が出演しますみたいな書いてくださる方とかいるじゃないですか。でその時にあのなんかいろんなメンバーがいろんなメンバーのなんかペンライトのカラーをなんかまとめてなんかツイートとかしてくれてる方いるじゃないですか。メンバーとかのタグつけてそれとかももう絶対に水色と黄色になってるからまだ結構浸透してないなっていつも思うんですよ。言い続ける確かにそうやね。定期的にその毎回言ってたらまた言うてるわなるけど、ちょっと定期的にね。言っていこうと思います。水色の髪色にしたら何も仕事なくなりそう眠くなってきた。ほっぺに書くってめっちゃマイティーみたいな発想や。マイティーもなんかこの間言っててそんなようなことを。いつもの髪型ですけど、もういつものとか同じ髪型やりすぎてめっちゃ定着してる。ルームス配信、え、何の話？え、やばい。なんか充電ないのか。携帯が暗くなった。めっちゃ どうキッチンに見える？日記のルームス？え、全然シンシンじゃないで今日。シンシンは結構先ですね。月末ぐらいなんでもうちょっと待っててください。お前や、待って。まさゆきさん、熊タワーありがとうございます。いつもありがとうございます。ありがとう、いつも
ね、携帯がもう限界なんかな。ということで、ちょっと今にも切れそうなぐらい画面が暗いので終わりたいと思います。じゃあランキングを読みます。13位みわっちありがとうございます。12位7848応援隊さんありがとうございます。11位ともたんありがとうございます。10位まつんやありがとうございます。9位恐竜さんありがとうございます。8位きのありがとうございます。7位こむそうありがとうございます。6位もっちありがとうございます。5位ひよこありがとうございます。5位だし巻き卵、4位だし巻き卵ありがとうございます。3位野原しんのすけのすけありがとうございます。2位京都のえじありがとうございます。1位まさゆきさんありがとうございます。かわいいタワーもありがとうございます。ということで、ちょっとこの後はまた公園に行ってきたいと思います。それじゃあバイバイ。